チャンネル66。What's up 66ジンです。今回の動画は HW ドッグのキャップの紹介をいたします。夏ということで日差しがね強くなってきますよね。そんな時にねキャップなんか被っていると涼しげにね頭を守ることもできるし、おしゃれに過ごせますよね。そこでこの HW ドッグのキャップはヴィンテージをもとに日本製で作られています。それでは早速被ったところを見ていただきながら解説していきます。はい、キャップですね。夏といったらキャップ。こちら HW ドッグのトラッカーキャップになります。これ人気ですね。このトラッカーキャップ本当に毎回出ると売り切れになってしまうようなキャップになります。もう被っていただくともう分かると思いますね。もう、つばはね、意外にね、まっすぐ被ってみますね、皆さん。で、キャップを後ろに被っても、これアジャスタブルなんで、かっこよく被れると思います。もうロゴもね、これは OD だったかな。もうロゴもオレンジですごくかっこよく被れますね。もう日差しなんかもね、夏はね、絶対キャップ必需品ですよね。で次が、これね、同じトラッカーキャップのネイビーを被ってみますね。はい。ネイビーも合いますよね。もう、他のアイテムを選ばないというか、格好を選ばない色になります。でね、HW ドッグのね、キャップはね、横のね、このタグをね、白いタグをつけたまま被るのが皆さん多いですね。こちらも後ろに被ってみましょう。まあ、アジャスタブルなんで、やっぱりかっこいいですよね。まあ、キャップって色々ね、こう、被り慣れというか、被り方がありますんで、楽しいですよね。被ってても。まあ、色もね、いろいろ揃えたいところですね。次はですね、もう夏ってことで、メッシュキャップ。こちらも HW ドッグから出ているメッシュキャップですね。最近メーカーさんね、メッシュキャップはあまりね、見なくなってきたんです。メーカーさん作ってないのかな？もう HW ドッグからこちらのメッシュキャップが発売されております。こちらね、グリーンを被っているんですけども、ツートン。ツートンって皆さんね、こうどうやって合わせるのって言いがちなんですけども、意外にツートンのキャップって合わせやすいんですよね。いろんなのシーンにも合わせることが可能です。こちらも先ほどみたいにね、後ろにも被ってみましたね。すごいいい感じです。前も、ツバもね、こう丸めてもかっこいいと思いますよ。はい。このグリーンなんかね、なんか斬新でいいじゃないですか。で、次はですね、こちらも HW ドッグの D って書いたベースボールキャップになります。先ほどのキャップとちょっと違うんですけども、こちらも定番中の定番、アメリカ人といったらベースボールキャップ。こう、ツバを曲げて被りたいところですね。できれば。はい。僕なんかもね、ツバ曲げて被っちゃいますね。こちらも先ほどのようにアジャスタブルなんで、バックで被ってもかっこいいですね。はい。これアジャスターがね、ちょっとね、革が使ってあって、ちょっと昔っぽい雰囲気のキャップになります。キャップ被れな、ね、被ってない方とか被ったことない方でもね、ベースボールキャップから始めていただければいいかと思います。本当に被り慣れなんで、はい。ぜひとも被ってみてください。HW ドッグのキャップいかがでしたか？このキャップ非常にサクッと被れるので、あまりキャップを被らない方にも非常におすすめのアイテムとなります。キャップを気になった方はコメント欄の方に感想を書いてもらえると嬉しいです。今回の動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、あと高評価もよろしくお願いしますね。では次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。また見てね。